はい、おはようございまはい、おす。はようございます。2021年6月16日水曜日10時からの番組をスタートします。10分で覚える囲碁順語入門講座、正光淳二さんにお願いいたします。では正光先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、と、はい、いうことで10分で覚えると言いながら、今日は生徒さんはですね、じゃあ、久しぶりなんで、ちょっと軽く一曲打ってみましょうか。素晴らしい。どうだろう、ちょっと全然練習ができていないという。囲碁にはいっぱい関わってはいるのですが。あるところとか。そうなんです。ね。おはようございます。あ、ひろとさんいらっしゃった、あれ、ちょっとこれ教師用のあれになってない。先生用のバージョンで、先生用のやつになって、まあ一生これでいけるんじゃないかな。研究の5番を出すと、研究の5番で、あれちょっと待ってください、本当に。まあ、これで一回やってみましょう。これ何路番だ ?1、2、3、4、5、6、7路番ですね。はい。じゃあ、これで、じゃあ、奈良さんに3手ぐらい打ってもらいましょうか。はい。じゃあ、共有していただいて。共有。はい。今、共有が出てなかった。はい、はい、ではですね、私は、ですね、4の2、はい、そして、はい、3の3、そして、はい、3の5。おお、なんか布石、今の布石という感じですよね。なんか私の知らない間にちょっと勉強しました。あ、本当ですか。そういうふうに感じていただけるとすごく嬉しいですけど。はい、お願いします。お願いします。はいはい、そうしましたら、4の4、はい、5の5、はい、私はあれですよね、ついついすぐにくっついていきたくなる、はい、癖があると思うんですけど、はい、それはいいんですかね。いや、全然別に今のところ問題ないです。いいですね。はい、5の4。おお、なんかいいじゃん。なんか強くなったんじゃない。3の6。じゃあちょっとやっぱり夢の対局でも見たからですか。刺激され2の6。2の6。おお。じゃあ2の5。あ、そうくるんですね。はい。どうすればいいんだろう。そしたら、2の4。2の4。おお。うん。なるほど。じゃあ3の4。あ、そっか、そうきなっちゃう。ちょっと私、やっぱり。あれですね、全体が全然見れてないんです、ね。ということで、気持ちを切り替えて、はい。はい。ですね。はい。危ないところが、
6の6の5を、ここ打つじゃん。参りましたね。6の6。6の6。どうすればいいんだろう。端っこは特にいかない。7の5。あ、なるほどね。うん、7の6。はい。6の4、おお、3の5、はい、1の5、うん。まあ、いろいろとね、今度課題はね、いろいろ怖い、はい、リンドさん怖いです。危ないです、危ないですね、危ない、もう逃げられない、うん、ところまで来てますね、私は。あ、そうでもない、そうでもない。はい、本当ですね、に置いたら1の4ね、うん、どうしようかな。じゃあ1の6にしときます。そこなんですね。いや、まあ、でもそうしたらもう絶対的にあれですね、私はちょっともうじゃあそこは諦めないといけないっていうところに来てると思うので、他の場所に行くことにしよう。あ、大丈夫、大丈夫だ、大丈夫。はい。1の7。1の7。お、なるほどね。大丈夫。これ大丈夫。思いますね。うん、なんか久しぶりに頭を使ったんです。そう、頭つくん、使う。いや、まあ、3の7にしておきます。はい。3の7。本当ですね。危ない、うんうん、ここは入ってはいけないところじゃない、まだ入ってはいけないところではない。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。はいはい。今ならまだ大丈夫。ここに来たときに、やっぱやめた方がいい。待って、わかんない。次いい手を打つところは勝ちそうですけどね。いや、とですね、じゃあ全然関係ない4の3、4の3、はい、
じゃあ、2の7。2の7。はい。そこに打たれたら持ってかれるから、でもどっちにしても持ってかれそうだから、もうこの私が1の3に1の3置いたら、うん、正道先生は1の2に、いや1の3に置いたらね、そこじゃないんですよ。1の6に置きます。いや、そこでもないんです。じゃないんですか？え、なんだろう。1の3に置いたら白はどこに打つかちょっとよく考えてみて。そうすると。え、なんだろう、なんだろう。え、私が1の3に置いたとしたら。うん。1の3に置いたら、1の2でも1の6でもない。でもないんですか？はい。なんだろう。もっと違う場所に何かがあるんですね。場所っていうことの番ではないんですけど、この辺に何かがあります。その辺、え、なんだろう、なんだろう。でも私はもうそこにこだわっていてはいけないという。いやいや、その辺、そこ、こだわって場所はね、場所はなんかこの辺にこだわってほしいんですけども。こだわった方がいいですか、やっぱり。こだわっていいけども、1の3はちょっとまずいかもしれないです。では。2の2。あ、それがいい手ですね。あ、本当ですか、よかった。じゃあ、1の6。1の6。はい。そしたら、あ、そうやってやると、そこがなくなるから、いやだけどここ1の3をやったところで、松並先生は1回ならあれですよね、戻ってこれちゃうんですもんね。1回だったらなんて言うんでしたっけ、そういう。それは、いや、多分高校のことを言おうとしてるんだと思うんですけども。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ね、難しい、難しい、誰か助けて。例えば、これは、ひろたさんに助けを求めてはダメですか？いいです。ひろたさん、ひろたさん、私、助けを求めて。こういう時はどうすればいいんでしょう。あ、ミュートになってしまって。これはどうですか？聞こえますか？あ、聞こえます。あ、大丈夫。あ、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、急に助けを求めて。勉強になってます。はい。今、原さん、はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。正道さんのお話、僕も初めてお聞きするんですけど。あ、はいはいはい。すごくやっぱりいいですね。一つ、当たりという言葉ってのは、なかなか、伝えられないんですか？ああ。そういう、専門用語は言われないようにして、お話をされてるんですね。いや、当たりは分かりますかね、原さんもね。なんかちょっと私がいろいろとすぐ忘れてしまう。前に教えていただいたんですけども、ちょっと忘れてしまってるというちょっとおバカな状態でありまして、今どうしたらいいのか。なんか今度何か取れません？なんか取れそうなところとか取られそうなところとかね。ここはなかなか厄介なんですよね、きっとね。取れそうなところ。なんか取れそうに見えるのか見え。いや、取れる、これでも取ったら、
その後またなんか、あ、なんかあるんだ、あ、取り返されそうだという、はい、そうなんですよ、打って返しみたいな仕返しが来そうで私はちょっとそこのところでドキドキして、これはどうしたらいいんだろう、でもこれは思い切って行ってみた方がいいっていう、うん、そんな気も、そう、名前の通りにハラハラドキドキされながら、ハラハラとってもいい、ね、ちょっとどうなるかを、はい、実験的に入れてみたいと思います。はいはいはい、では1の3で、ね。はい、1の3ね。そっか、やっぱ打って返し心配されてたね。これ、ほんま何回も痛い目にやってるから、はい、あの取り返される打って返しだっていうのが、ここに白石があるとね、はい、ちょっと正解するんですけども、はい、まあ、やってみようか。はい、じゃあ1の2です。1の2。あ、そっかそっかそっか。そこに白石があったら、スパッとここでね、はい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 、1の3で取り返せるんです。うん。あ、そう、そうですよね。確かに確かに確かに。だけど、はい、私はそこで取られないように、はい、2の3に自分で入っちゃえばいいんですね。あ、そうですね。はい。はい、大丈夫でした。すごい。すごいって。これは普通の囲碁ならここで終わるんですけども、まあ順碁なんで打ち続けますと。普通の囲碁ならここでおしまいなんですか？まあだからあと、あの白石と黒石バーっと敷き詰めていくじゃないですか、うん、はいはいはい、まあ、その時にね、黒がこんなとこ入ってきても白取れちゃうし、白がこの辺に侵入しても黒からすぐ取れちゃうじゃないですか、うんうんうん、そればっかり、まあまあちょっとやってみましょう、はいはい、うんとですね、まあ今取れるとこが一つあるということで1の1、はいはいはい、はい、でね、まあ、白は例えばこんなとこに入っていったとしてもですよ。はい。今度黒の番です。はい。私は、6の3に。6の3ね。はい。で、これは当たりになってるから白が逃げます。この2。はい。そしたら、6の2に。6の2。はい。しつこいですね。5の1逃げます。はい、そしたら4の1、4の1当たりじゃしょうがない、6の1逃げます、はい、そしてここで追い詰めたと思って私は7の1に、はい、やったなんかだからこうやって周りが真っ黒だとこんな白が入ってきてもまあ取れるじゃないですか、はいはい、まあ、うん、はいはいはい、で7の3、7の3、5の2、その時はやっぱり5の35の35の1で6の16の13の1で3の23の2、じゃあちょっとこの辺で諦めて4の6、私は2の1、2の1、5の6、はい、まだ大丈夫ですね、うんと、でもわざわざ取られる必要ないから、うん、5の5の15の1、はい、6の71の21の2、4の7で6の、あな、7の7の、7の22、2の6で3の13の1、はい、白はパスします、私もパスします、お、素晴らしいでこれで終わりで、両方パスしたら終わりで、黒が77、はい、たす6で1313たす7で2028ですね、黒が28、白が12131415278対17で黒の勝ちでした、やった、ありがとうございますでね、さっき言ったここで普通の囲碁なら終わりですって言ったのがね、はい、こ
まあ、結局ここから打ち進めたけども、結局ここ白入っていっても全部ここが黒のものになったじゃないですか。うん、で、まあ、黒は入ってこなかったけど、まあ、入ってきたってこれ全部白のものになる。うん、だから2つ残して白、2つ残して黒って、もうこの時点で実はもう運命は決まってるわけですよ。はい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 。うん、だからそれがね、これ終わってると言っても最初覚えたばかりの人は分かんないから、じゃあ一生埋めていきましょうというのが順号になってるんですけども、はい、これでもこのあとこの中に白が入っていってももう全滅するなっていうことが、うん、なんかうっすらと分かるようになってくると、うん、じゃあもうこれでも勝負ついてるねっていうことが分かるようになるわけ。ああ、そうなんですね。そっかそっか。え、まだこれでピンとこないですか、これで黒を黒あ、まあでもそうですよね。入ったとしても追い詰め、結局周りが囲まれてるから、うん、その何て言うんだろう、囲まれちゃうっていうような感じですよね。はいはい、そうなんです。うん、まあ、だからこの中に白が入っていってなんとかなるのは、最後これ2つ空間残したら取られなかったじゃないですか。はいはい。そのためには例えば白がここに入っていって、こうやって白が何点も何点も打ってね、うん、こうなるとこの白がもう取られなくなっちゃうんで、はい、今度逆にここが白のものになっちゃうんですけどもね、うんうん、こうならないようにさえ黒は気をつけとけば、もう今白が 1,2,3,4,5,6 で続けて打ちましたけども、うん、そうならないように黒が気をつけてさえいれば、もうこの辺はもう黒のものだっていうことがもう決まってるってことが、はいはい、まあ順語や囲碁をちょっとやってるうちにだんだん、うん、今なんか原さんがちょっとその辺が分かるか分からないかなこの微妙なところと思うんですけども、もう何回か経験を重ねるともうこれで終わりだねとなって、うん、勝負がついてるとなったらね、あとここでこんなこと言ってこんなこと言ってこんなこと言ったりするのって、もうなんかもう石を置いていくだけの単純作業になっちゃって、うんうん、じゃあもうこんなのやらなくていいよねと、もうここで勝負ついてるよねっていうふうにするのが、まあ、ね、うんうん、はい、まあちょっとそれは余談として、結構あれですね、最初の頃の、はい、この区切りのつけ方っていうのが結構ポイントになってくるよ、うん、だから結局これは、まあ、この辺がね、黒が自分だけ石を置ける権利がある場所になってるけど、はいはい、だから白はもちろん置くことはできるけども、置いたってどうせ取られるんで、うん、最終的には黒だけ石を置く権利がある場所で、ここは最終的に白だけが石を置く権利がある場所になって、うん、でそのもうちょっと前の段階で、なんとなく勢力圏としてね、この辺が黒っぽいぞ、この辺が白っぽいぞっていうのがあるじゃないですか。はいはい。だから最終的に石をたくさん置くためには石を置く権利がある場所が多くないといけなくて、うん、そうなるためには勢力圏が広くないといけないわけですよ。うん。うん。でそれで最初の頃はその勢力圏を意識して、この辺が白っぽいぞ、この辺が黒っぽいぞっていうことを意識しながらやって、うん、やってるうちにだんだんそれがもうこの辺はもう黒の権利、この辺は白の権利みたいになって、あと型がついて何はこの辺だみたいなね。うん、うん。で最終的にここの辺の型がついたらそれで勝負がつくというのが、まあ今の流れと。はいはいはい、はいはい、で大きな流れはいいとして、じゃあこれでちょっと今のを振り返って、だからこれはこの辺になんとなく黒の勢力圏をね、うん、確保しているような感じだから、広すぎると相手に入ってこられて、この辺はこっちは黒というにはちょっと広すぎるんだよね、白が入ってきて楽になんか、うん、はいはい、この辺は白が入ってきてもなんかそのなかなか自分が白は自分の領域を作るだけの広さがなかなかないんで、うん、ある程度の狭さも必要なんですね、うん、でそれでこの辺がなんとなく狭さと広さをなんかいいバランスでこう取ってるような感じで、これがまあ囲碁で最初布石っていうのがね、そういうことやってるわけね、うん、布石っていうのは、どういうあれなんでしたっけ、布石。まあ、布石って、だから、はい、普通はこんなハンディの石とかなくて、何もない碁盤に黒と白が順番に最初打っていくじゃないですか。はいはい。その最初の方の石をこう、なんとなく
広い碁盤でこの辺が黒っぽい白っぽいみたいな感じのあれを作っていくのが目的なわけね。でこれはなんとなくその布石っぽいなんか感覚を持った石の並べ方になってると。でこれで石と石がくっついたら今度そこでは戦いが始まるわけですよ。はいはい。だからこれは相手の勢力圏を減らして自分の勢力圏を増やそうっていう戦いがここから始まるので、うん、あ、じゃあ私はここ で、ね、あの戦いを挑まれたっていうふうに思ってよかった、はいはいはい、大丈夫ですね、はいはい、で挑まれてちゃんとしっかりとね、うん、しっかりと打ってるわけですよ、はい、でここがまず第一のポイントで、うん、これがねな、まあ、囲碁はまっすぐつながってる人は強いけども斜めになってるといろいろと傷が生じるっていう、うん、だからそれでこれはあの実戦のようにここに打たれる危険性があってこれ、うん、これがこの石が当たりになってるからねこれを助けると今度こうやってこちらが取られてしまうとか、はいはいはい、そういうふうなことがあるのでまあそれを用心してこのようにやっておくと割とあはいはいはい斜めの傷にご用心ですね。もうちょっと強くなっていろんな先が読めるとねこの手もあり得るんですけども、はいはいはい、最初はやっぱりあのそういう傷を作らないように自分の傷を作らないように相手に傷があったらそこを狙っていくみたいなこと、うん、ちょっとすいませんちょっと雨の音がちょっと 窓閉めてきます そんな降ってますまだえいやこっちなんかすごい音がそうなんですねあれ正道先生ってどこでしたっけ？あれ正道先生いなくなっちゃった。あ、今閉めてき。よしと。なんでそういう斜めのところにね。はい。気をつけるというのがまず大事だということがありましたと。はい。んで、実践は、あれこうなって。うん、そうか、じゃあ斜めについていかない方が、私の今の段階ではいいわけですね。うん。うん、まあ、今の段階では、あの、斜めに、斜めの形があったら、そこの傷が、これ、ここのところ傷って言うんですね。はい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 。で、黒から見たら、この白のこの部分も傷なんですよね。はいはいはい。だから、それが傷を意識すると。うん、傷に相手が来たときどうなるかっていうことを。で、そしたら、ここ傷に来られると、この石が、まあ、当たりになって、こうなったらこれで取られるなっていう、こう、なんていうか先をね、うんうん、読むということが必要になってくるので。はいはいはい。まっすぐ打っとけば、あんまりそんな手が読む。そういう複雑なことを読まなくていいんでね、うん、だから読みの力ができたら斜めの手もいろいろと活用できるんですけども、うん、読みの力に自信がないうちはまっすぐ打ってた方が安心かなと、うん、で実戦がこうなってこうなってこうやってこうなったんですけども、うん、はいはいはい、ここがまああのこうという形ね黒がすぐ取り返せないという、うんうん、ただし、まあ、実戦こうやってこうなったじゃないですか。はい。ここで一回別のとこ打ったんで、次に黒はここ打てるんですね。ああ、そっかそっか。すぐには返せないけれど、ええ。ってことでしたっけ。うん。はいはい。ここのこうの形でこうやると、今度、今見た感じ、逆に今度白の方が心細くて、黒の方がなんか威張ってる感じするでしょ、うん。はいはいはい。で、白は例えば他のとこ行ったところで、黒はもう、こんなことやったりとかね。まあそれちょっと今ちょっと高度な話になってしまいましたけども、だからここは高度形が生じてたということで、はいはい、黒はここに取る手はいつでも有力だったんです。うん、そうなんですね。はいはいはい。でそれをまあこうやってこうやってでここで、ね、打ったのはこれがねあの100点。うんうん、これ斜めの傷を気をつけたということで、はい、これでなんか他のとこに打ったりすると。ここにやられてこの2つがね、うん、はいはいはい、取られてしまうところだったので、でここに守ったのは非常に素晴らしい。よかったです。で次白はここ行った時にね、はい、ここでここ行ったのがやっぱりここの傷を軽視した。
ここに切られるとこれがねちょっと危ないんですね。はい、はい。まあ実戦はちょっと多少白が手心を加えた格好になったんですけども、これと例えばもうこうやられてもこの3つが助からないところだったんですよ。ああ、はいはい。あるいはもうちょっと白にこんなことやられて、うん、もうボコッとこの辺が全部白のものになってしまうような危険もあったところだったので、はいはいはい、うん。戻らない。あ、戻らなくなっちゃいました。あ、はい。なのでここで黒がここを守っておけばね、被害がもうこれだけで済んでるんですよね。でこれでもうほぼ勝負がついてたんですけども、あ、ちょっと待ってください、今のところもう一度いいですか。はい、そこの2-3のところに ここの傷がね、うん、はい、だから ここを守ったのと同じようにここでここを守っておけば、はい、これはプロの名局というか、まあ、普通に黒が勝ってた子だったんですけども、これで実戦はここの傷を放置してここに行ったために、はい、こうやられてちょっと困ったんですね。もうこうなったらちょっとこうやるとなんかこれでこの白取るのに 1.2 手3手4手かかるんですけども、はいはいはい、この黒を取るのにはもう 1.2 手取られるんで、うん、もうちょっとこの左下から左上にかけての一帯がもう白のものになってしまうところだったんですけども、はいはいはい、まあ、なんかそういう意味ではここでは最善なのはこうやってもこれを諦めて、うん、こういうふうに収束するのがまあ最善なんですけども、うん、まあそれはちょっと難しいかもしれませんが、まあ、だからポイントはここでここに守っておくのが、うん、はい、斜めを、はい、あれですね、傷を止めるみたいな、はいはい、ですね。で実戦をやっていくとこうやってこうやってこうやって、で白がなんかこの辺打っちゃうとも白があまりにもボロ勝ちしてしまうんでちょっとこうやってね、一回手を緩めたわけですね、はい、こうやってこうやってこうやって、ここでの心はここでそうやって取ってくださいと、はい、うん、いうつもりだったんですが、ここでこちらへ行かれた。そうなんです、うん、これがね、まあ、斜めなんだけども、うん、斜めなんだけどもここって白が入ってきてもこう取れる形じゃないですか。はいはいはい。だから斜めだけども守らなくていい斜めもあるんですね。あ、そっか、難しいですね、なんかでこうやってこうやった時にまあこういったら白はどうしますかって言ってたんですけども、まあ、例えば白がこういったらこれはまあ取っといてね、うん、いいし、あるいはこっち行ってくれたらこうやって取っといてよかったんですけども、こうやると白はね、今のこれでも1の2でも1の6でもないとこ打ちますって言ったらじゃないですか、どこに打つかって言ったら2の2に打つんですね、うん、はい、こうやって見るとこの白なんか息するとか3箇所もあって、うん、なんか黒が追いかけようとしても追いかけようとしても先に黒が、うん、ちょっと今早かったかな、あ、はい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 、なんでこの石を追いかけるときにこっちから追いかけるってとこっちから追いかけるってがあるんですけども、はいはい、この時にねこっちから追いかけると白が逃げてもすぐ取れます、はいはい、追い詰めるんですね、はいはい、ところがこっちから追いかけると逃げ出されて白がなんか広々としたところに逃げ出してしまって捕まんなくなっちゃうんで、うん、はい、だからこういう時に大事なのは端っこに、うん、これはもう中央の広々と、まあ、中央っていうほど中央じゃないけど、まあ、端っこに比べるとまだなんか広々としたところに白を逃がしてあげた格好になってるんで、うん、はいはい、そうじゃなくて白が逃げられないようにこっちから行くのが、これがめちゃくちゃ大切です、うんうん、だから今日は傷を守るのが大切っていうのと、追いかけるときに広々としたところに逃がさないように端っこに向かって追い詰めるのが大切と、うんうん、
で技術的にはこの2点と、あとはなんとなくこの順は囲碁の勝負というのが、こういう自分だけが一生受ける場所を いかに確保するかという勝負で、この時点ではもう実質勝負はついてるよという、うん、でこういう時にこの黒の方がこの白よりなんとか広いじゃないですか。はいはいはい。だからこの時点でも黒の勝ちは確定してるんですけども、うんうん、だからこういうあの相手よりも自分が石を置ける場所を広く取るような勝負をしていくというのが囲碁や順碁の戦いの進め方だよと、うん、はいはい、わかりました。ちょっとあのもなんとなく分かったんですけど、それが次に活かせるかというと、まあそんなすぐに活かせたらね、プロになれると思うんですけど。それでね、あとこれであの対局できるっていうのご存知ですかね。この明先生のこの順語のやつに、この対局っていうのがこの、はいはい、このサイトは練習問題以外に対局が、練習問題以外に対局っていうのがあるんですね、はいはい、対局っていうのをやると、あ、これはなんか途中までやってる、ちょっと一回ちょっと、だからこの相手の一番最初はものすごい弱いポニーっていうのが相手してくれるんで、白がポニーさんです。はいはいはい。なんかね、あの、うん、これはあれの AI なんですか。そうそうそう、コンピューターが相手してくれてるんで、でなんか、あ、ちょっとこの辺黒っぽくしたいなって言って、なんかね、うん、こんなことやったりとか、はいはい、あ、入ってこないようにちょっと塞いどこうとか、はい、なんかこんなことやって、うん、まあ結構来ますね、結構。で、いや、こっち大事だからちょっとしっかり守っとこうとかね、うん、はいはい、まあだから、原さんがとにかく実践経験をね、この時に一回ちょっと私とやってるだけではちょっと足りないので、はいはい、これでやると、だから今日習ったことを胸に、1ヶ月経つと忘れちゃうんで、はい、今日習ったいろんなことね、斜めの気をつけるとか、端っこに追いかけるとか、うん、相手より広い勢力圏を取るとか、うん、そんなことを今日習ったことを胸にこうやってね、はい、これ今これ端っこに向かって追いかけました、はい、そこに来るんですね、うん、お、これでなんかちょっと黒が広くなりましたね。そうそうそう、うん、本当はここに行くとも白バラバラなんだけど、まあそこ勘弁してやって、うん、あ、なんか急に来ました。まあなんか来たら、まあ相手をして、まあで、なんか心配だったらもうちょっとなんかそんなことやって、はい、結構攻めてきますね。うん、あ、結構だからちょうどだから原さんの敵としてはなかなか結構でもなんか意外となんかこの奇想天外な、なんかどう来るかが読めないような手で来るんですね。まあそれは結局相手もレベルが低くて弱いからなんですけど、これは戦っていくうちにどんどん相手は強くなってくるんですか、やっぱり。あ、そうそう、勝っていくと、これ今LV1 レベル1って書いてあるんです。レベル1のポニーっていうのが相手してくれてるんだけども、はい、レベル1のポニーをボコボコにやっつけていくと、このレベル2、レベル3と相手がちょっとずつ強くなってきます。そうなんですね。正道先生なんかはもう、あれですか、こういうのをやったりとかっていうのはあんまりしないですよね。いやいやいや、AI 相手にはされるんですか、はい、この順語のこういうのを使ってやったりとか。
まあさすがにこの順番はちょっと、私が相手するにはちょっと、レベルがあれなんで。うん、いや、最高は何なのかなと思って。ああ、いや、だから最高のやつはもう、プロよりはるかに強いんで。そうなんですね。うん、もうあとは自分の場所にっていう感じだけど、向こうは、うん、向こうは今パスしました、うん、はいはい、向こうでおしまいっていう感じですかね。あ、すごい、うん、でもはい、面白い。これはレベルは多分あ、うん、今のって何の番？7路番ですね。今のも7路番です、ね。はい、はい、うん。だから多分これコンピューター相手してくれるやつ、これでも7路番だと思います。はいはいはい。うん、まあ、サイズ的にも手頃だし。うん、じゃあ、宿題っていうか、次回には、はい、この1ヶ月間で何曲やって、会場何杯でしたとか。すごい、強くなっておきます。はい。まあね、これね、スマホでもできますからね。はいはい。うん、私も一応入れたことは入れたんですけど、なかなかできてなかったっていう感じなんですけど、ちゃんと勉強しないとと思いました、久しぶりに。面白いですよね。こうやってやってみると、囲碁に関わっているのになかなかやっぱり自分が打つっていう、ところに行ってなかったりするんですけど、こうやって、やっぱりやったら面白いし、ええ、この取った時、この石が取れた時の、快感みたいのを、はいはい、多分ね、このポディちゃんはたくさん撮らせてくれると思いますよ。そうですね、わかりました。じゃあちょっと私はポニーちゃんと戦って強くなっておきたいと思います。はい。七路盤がやっぱり大きさとしては、そうですね、ちょっと6路盤になってくるとね、はい、もう本当に変化が少なすぎてというか、はい、もう大体もうパターン決まってくる6路盤になると、はいはいはい、なんか7路盤になるともうかなりもう我々のレベルでいうともう無限に近いぐらいのなんか変化があるぐらいの感じになってくるんで、はいはいはい、7路盤だからそういう意味では楽しめる一番小さいサイズ7路盤かなと。はい、いやもちろんルール覚えたばかりは6路盤でも十分広いんですけども、うん、まあでもやっぱり半年もやってれば6路盤はさすがにちょっと足りなくなったりするんで、はいはいはい、7路盩はね別に1年2年やっても多分物足りなくなることはないかなと、うん、はいはい、あ、私そういえば携帯を変えて全部のアプリをこっちに入れなかったんですけど、今見てみたら携帯にこの順語のやつが入ってなかったんですけど、これ何て調べれば出てくるの？順語で調べたら出てくる。あ、今なんか順語で調べてる、出てこない。iPhone でも順語で、はい、はいはい。調べたら出ます？出ると思いますけど。順語で。この、あれですよね。白い犬みたいな感じの、なんか今順語で調べると、はい、なぜか五目並べっていうのとみんなの将棋っていうのしか出てこない。あらあら、いいんですね。iPhone のアップストア。本当ですね。はい。なんでかな。何でしょう。ちょっとこれはちょっとメイン先生にちょっと伺ってみましょう。そうですね。本当ですね。出ませんね。前に買ったやつっていうところからね、見たらできる。あ、でもそれでもあれですよね。
誰でも調べたらすぐ出るっていう風になってないとあれですもんね。うん、なんか事情があって一回引っ込めてるのかもしれないですね。あ、そうなんですかね。どこ行った？どこだどこだ。まあ、ちょっとこれが見つからなかったのでしばらくね、サファリとかブラウザーがあるんで、それで、はい、こちら画面見ていただけます？はい、コスミ囲碁で検索すると、はい、あれ消えた、コスミ囲碁、コスミ囲碁で検索すると、はい、囲碁対ブラウザーゲームコスミっていうのが出てくるんで、はいはい、でこの中のこの無料びっくりマークってついてるやつを選ぶと、はいはい、こういう、メニューが出てくるんですね、はい、でこの中に一応順号っていうのがあるんで、 あるんですね。でこれをやるとボードサイズ5、6、7、9ってあるんで、まあ最初は5からスタートするといいと思いますけども、うん、常にね、こちらが黒番になって白で、コンピューターが白で相手してくれるんです。はい、あ、もうこれはその対局とか別に選ばなくても、もう向こうが勝手に戦い始めてくれる。あ、そう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 。もう5なんていうのはあれですね、すぐ終わりそうな感じですね。あ、そうですね、うん、あれなんでだろう、なんかさっき言ってたその順号のやつが今前に買ったやつさえも出てこないので、今消えちゃってるんですかね。うん、なんかあれですね、透明感のある碁石ですね、この。あ、そうですね。まあ、こいつはね、7路盤とかになってくると相当強いと思うんですけど、まあ、5路盤と6路盤で、はい、コスミは、うん、このコスミってね、まあ、有名で、まあ、皆さん使ってるんだけども、強さの調整ができなくて意外と強くて、やる気をなくさせるような。そう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 なんですね、コテンパにやられるタイプの、うん、だから5路盤とかだったらいいんだけども、はい、7路盤とかなってくると、はいはい、7路盤8路盤9路盤になってくるとなんか相当強いみたいなんで、まあ しばらくこの5路盤6路盤でしっかり勝てるように、わ、はい、かりました。5か6あたりじゃないと心が折れるという、うん、あ、そうそうそう、はい、じゃあコスミだったら5か6って感じ、ね、はいはいはい、分かりました。はい、ということでね、あとね、これでどうしても勝てないとなったら、はい、まあ、例えば、まあ、これで負けましたって、まあ、リザインというか投了なんですけども、はい、このリプレイザゲームっていうのが最後出てくるんですよ、うん、でこれでイエスってやると今やったやつがもうこうやって再現できるんですけども、はいはい、この画面の URL ね、はい、URL を教えてもらえるとこちらでも同じやつが再現できるんではい、はい、何が悪かったかっていうだから iPhone で再対局したら多分下に四角に上向きの矢印がついたボタンがなんかそのシェアするボタンみたいなのがあると思うんで、はい、これでこの URL をなんかコピーしといて、あるいは私にメールでとかなんか送っていただけると、うん、またアドバイスもできたりするので、すごいすごいですね、こんな一つ一つがちゃんと記録され
って URL で送れるんですね。わかりました。はい、ということで、はい、これから1ヶ月はちょっと実践を、はい、頑張ります。はい、はい、ということで今日はこの辺でね終わっていこうかと思いますが、はい、はい、じゃあ正道先生ありがとうございました。すごい、はい、ありがとうございます。楽しかったし勉強になりましたはい、ございます。次に生きるようにちゃんとしっかりお勉強していこうと思います。はい、はい、では正道先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではまた、はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。